はい、ナマステ。えっ、ー、と、これは第3週の、えー、確か5本目のビデオになりますね。えー、ここでは、えー、ロールカードを使った、えー、評価の方法、つまり、ロールプレイができるかどうか、それを評価する、えー、その方法についてご紹介をし,したいと思いますね。えっ、ー、とね、まずあの、これはそのバイクの、えー、オートバイの地図を本屋さんで買うっていう、そういう、えー、大きいキャンドルステートメントを小さく分けて、 レジでそのねもうあの解体地図を見つけてそれをレジに持っていってお金を払うっていうそこのそれができるかどうかを調べるための、えー、試験ですそれをロールカードロールプレイでやるということですねロールプレイでやるときに使うのがロールカードというものですこういう紙に、えー、こういうことが書いてあります、えー、ですけどこれはあのあのねえー、と今はその 日本語で書いていますけど本当の試験では、えー、まあねこれが B2 とか C1 とか C2 とかそういうレベルだったらもちろん日本語でこのぐらいの日本語全然問題ないと思いますが、えー、一応ですねあの、まあ、インドで皆さんが教える時は A1 レベルとか A2 レベルとかね、えー、そういう人が多いと思いますからその時はあの日本語で書かないで英語とかヒンディー語とか えー、カンナダ語とかね、えー、その勉強する人が分かる言葉でこのエロールカードも書いた方がいいです、えー、なぜかというとここに書いてある日本語が読めないからだからその試験に合格できないっていうねこういうことがあってはいけないからです皆さん覚えてますかこれは妥当性ですよね試験,があの試験が妥当性の問題でその評価が良くないということになりますね はい、えー、じゃあね、ちょっとこのロールカードを見てみますがあなたは本屋で地図を買います、えー、クレジットカードと現金も2000円持っていますはいで用意するもの何冊かの地図複数の地方と値段、えー、つまり複数の地方とあと複数の値段安いのも高いのもあると、えー、お金、えー、クレジットカードレシート、えー、だけどまあ、おもちゃでもね本当のお金を使うのがちょっと、えー、心配な場合はもちろんおもちゃを使ってもいいと思いますね。はい はいこれ2枚目ですこれはねもう少し、えー、難しいんですけど、でも実際に近いロールカードになりますね。あの本当に買うときは、まあ、クレジットカードが使えるかとか、あの現金だけのときとかもあるし、えー、それからあの安い本といあの高い本があったりしますね。はい、でここをちょっと書いてみましょうあの読んでみましょう。あなたは書店で、まあ、例えば東北地方でもいいですけど、東北地方の地図を買います。 クレジットカードと現金2000円を持っていますできればクレジットカードで3600円の地図を買いたいですがクレジットカードが使えなかったら現金で1900円の地図を買ってくださいレシートももらってくださいというふうに書いてありますね、はい、用意するものはさっきと同じですこういう感じですね、まあ、この方がだいぶ、えーあのー、本当の会話に近くなってくると思います でつまりこの場合は、店で働く人と話をあのちゃんとね、クレジットカードが使えるかどうかをあの質問して、それを、えー、あの教えてもらう,そう,いうのがあの、そういうのが必要ですね。なので、そういうことを考えるためには、あのね、こういうその会話の例を考えておくといいと思います。会話の例を考えます。これはその、えー、レジでカードで払うときの会話の例ですね。はい でね、あもちろんこれはあくまでも例ですよ評価試験をするためにどんなことを学生が言うだろうかそういうことを、えー、考えるために、まあ、こういうことをあの、えー、予想しておきますこういうあの会話になるかもしれないということを予想しておきますねですからこの通りに、えー、学習者が答えなければいけないとかそういうものではありません、はいまあ、例えばこういう会話ができるかもしれませんね えー、これお願いします。はい、1900円になります。クレジットカードでもいいですかはい、こちらにお願いいたします、えー。ピンコードをお願いいたします。レシートはご必要ですかいいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じですね。で、ここの中に、あのね、まあ、例えば A1 レベルだったら、普通はね、このピンコードとか、えーあの、お願いいたしますの、いたしますとかね、あるいは必要ですかの代わりにご必要ですかとかっていうのは、 あんまり出てこないと思いますけど、ここはね、もう、店員さんが話すことは、えわ、ー、からなくてもいいんです。はい。あの、その試験を受ける生徒の学習者の人は、えー、あのー、 あのね、お客さんが質問している、あの買いたい人ですよね、買いたい人が質問しているのはクレジットカードでもいいかどうか、それを質問しているので、えー、もうこのはいでね、あ、じゃあクレジットカードが使えるんだなと思ったら、もうそれで、あとはだいたいピンコードってね、あの機械こうやって見せられますからわかりますよね、普通ね。はいえー、なのであの、例えばレシートはご必要ですかのね、あのまあ、これも必要っていう言葉があったら、えー あの例えば必要とご必要の違いを説明する必必要要はありません、まあ、必要という言葉は分かっている方がいいですね。でもし分からなかったら、えー、ここで「いいえ」あの、ま「あ、レシートはご必要ですか?」って質問されて、「いいえ」って答えないで、あ「レシートください」とかね、そういうふうに答えるだけでも大丈夫です。要するに、えー、クレジットカードで払うことができて、レシートを あここは家,か家だからレシートいりませんとかねそういうふうに答えることができればいいわけですねはい、はいえー、とじゃあ次はレジで現金で払うということですね、はい、じゃこれもちょっと見てみましょうこれお願いします1900円になりますクレジットカードでもいいですか申し訳ありませんうちは現金だけなんです現金でだけですかじゃあこれでありがとうございます100円のお釣りです こういうい感じになりますね。でこの,時もあのね、き、え、も、ー、まあ、A1 だったら申し訳ありませんというのがあの知らないかもしれない、知らないかもしれないけど、その時の店、えー、員さんの、えー、顔とかを見てあ、クレジットカードは払えないんだ、使えないんだな、ここはというのが分かれば、それでも大丈夫です。あと、と、まあ、この、ねえー、現金ですかかもも、えー、分からなくてもあの クレジットカードが使えないっていうことが分かればいいんですねで。ここで質問していますから現金だけですかというふうに質問しているのでそれであのその時の店員さんの,、えー、あの反応を見ればクレジットカードが使えないんだなというのが分かるわけですねはい、はい、で、ね、じゃあここでもう一回繰り返しですけどじゃあ何を評価するかっていうとあの正しく日本語が使えたかどうかではありません 日本語に間違いがあったかどうかではなくて何ができたか、はい、例えばその正しい地図を選ぶ,選ぶことができたかどうかあの東北地方に行きたいんだったら北海道の地図ではなくて東北ち地方の地図を選べたかどうかそしたら店員さんとのやり取りで正しい方、えー、つまりクレジットカードか現金か、えー、その正しい方を店員さんに渡すことができたか それから3番は、まあ、必要ならね必要な場合はレシートがもらえたかどうかでここあの繰り返しますけど店員さんの言葉が全てわかる必要はないです、はいあのえー、むしろこのたくさんの知らない言葉の中から知っている言葉を見つけてその知っている言葉だけであこの店員さんはこういうことを言っているんだなというふうに、えー その意味を想像すること、そういう能力もとても大切です。はい、繰り返しますけど、大切なのはできるかどうかですね。はい、こういう行動ができるかどうか、えー、つまり言葉を知っているかどうかではないということです。はい、じゃあここからはえっ、ー、とまたつもう一本だけ最後にビデオがありますから、そちらで次のビデオでお話ししたいと思います。フィルムレンゲ。